ウィルキー・コリンズ・ウィリアム・ウィルキー・コリンズは、イギリスの小説家、推理作家、劇作家である。ビクトリア朝の人気作家であり、初期の長編推理小説作家として重要である。代表作に、白衣の女、活長石などがある。1824年に巧妙な風景画家、ウィリアム・コリンズの長男として、ロンドンで生まれる。ロンドンの私立学校で数年を過ごした後、家族と共に、 イタリアへ移住する。17歳で、紅茶賞へ見習いに入るが、法学へ転校する。その後、父の宗教的な貴重面差や、保守的な考えに反対し、文筆家として生きることを志す。諸女作は1848年に出版された父、ウィリアムの回想録である。その後、一時は画家を目指したこともあったが、諸女小説、アントニアを発表してからは、 本格的に作家としての道を歩み始めた。1851年に友人の紹介でチャールズ・ディケンズと知り合い、共に旅行などしつつ、信仰を深め、ディケンズの出版する雑誌、暮らしの言葉などに定期的に寄稿した。ディケンズは後にコリンズの劇にも出演している。1860年の白衣の女は記録的な大ヒットとなった。書店には、 購入を求める人々が列をなし、時の増上グラッドストーンがその続きを読みたいがために、知人とのオペラ鑑賞をすっぽかしたほどである。さらに1868年に発表された、活長石は最初期の長編推理小説として名高く、T.S. エリオットにより、最初の最大にして、最良の推理小説と絶賛された。生涯結婚はせず、様々な浮き名を流した。 キャロライン・グレーブスという女性とは家を建てて同居し、彼女の連れ子を育てた。また、マーサール・ウッドの死生児も援助して、当時の社交界から追放された。晩年は関節炎の鎮痛剤として服用したアヘンに短歴することになり、ドッペルゲンガーなどの様々な幻覚に悩まされた。幻覚で見た奇妙な人物は、晩年の作品にも登場している。 晩年は時流にも取り残され、不遇であった。ありがとうございます。